はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、正月の暴飲暴食をリセットする方法という話をさせていただければと思います。はい、本日はですね、1月4日になりますので、1月の1日からですね、3日まで三が日、暴飲暴食しましたよね。はい、たくさん食べてですね、たくさん飲みましたよね。はい、もう私もですね、1月1日から3日ですね、やっぱり正月の親戚の集まりだったりとかしましたので、食べました。はい、飲みました。はい、暴飲暴食とまではいかないですけども、やっぱりその集まるとですね、さあ若いんだから食べなさい、和也くんどんどん食べなさいっていう形でですね、美味しいものを目の前に並べられてですね、食べながらこうコミュニケーションを取るわけですから、やっぱりですね、食べ過ぎてしまいますよね。はい、よく私質問いただくんですけど、先生はファスティングマイスターだから正月もですね、食べないんですかっていうことをですね、聞かれたりするんですけど、食べます。はい、食べます。はい、食っていうのはやっぱり健康もそうですけども、やっぱりこうエンターテインメントとかコミュニケーションのツールでもあると思いますから、しっかりですね、そういった時はコミュニケーションを取りながら、楽しみながら食べてですね、そこでまたリセットすればいいっていうのが、私の価値観です。はい、いろんな考え方あるとは思うんですけど、私はそんな風にですね、捉えています。はい、そこでですね、じゃあ正月の暴飲暴食をリセットする方法っていう方法なんですけども、一番いいのはやっぱり一日断食していただくことが一番いいと思っています。はい、一番いいと思っています。ただなかなかファスティングドリンクをやっぱり用意するのが大変だっていうことがですね、言われたりとかするしますので、はい、その代替の方法をですね、お伝えさせていただければと。ちなみに私は今日一日断食でですね、リセットするようにしています。はい、よくですね、食べ物ってこう野菜類だったりとか炭水化物系とか、そういったものっていうのは3時間くらいこうあれば、こうとりあえず胃からこう腸の方にこう行っていくっていうような風に言われているんですけども、肉類だったりとかっていうのはもう5時間くらいかかるって言われてますし、あとは揚げ物とかも5時間くらいかかるって言われてますし、あと脂肪分ですね、これすき焼きとかしたと思うんですよ、霜降り牛とか食べたりしたら、そういう脂肪分っていうのは大体8時間くらいかかるって、それは胃もたれますよね。胃の中にこう残ってるのまた入れちゃうわけですよ。それは胃もたれますよね。なので一日断食していただくことが一番いいんですけども、はい、その代替の方法っていうところですね、お伝えさせていただければと思います。はい、それが何かというと、この梅醸番茶なんですね。はい、先にお伝えしておくと、これはですね、これで1日過ごすのはちょっと私は危険かなというふうに考えています。はい、1日だとやっぱりちょっと危険なので、半日断食に使っていただくといいかなというふうに思っています。なので、前の晩飲み食いしたのであればですね、この梅醸番茶を使っていただいて、大体朝昼過ごして、早めの夜ご飯くらいまでだったら、これで全然過ごしていただいていいのかなというふうに考えています。はい、じゃあそれ梅醸番茶っていうのは何で作られているかというと、本当に字の通りですね、番茶と梅干しと、醤油、あと生姜汁でですね、できています。はい、これをすることによって、胃もたれだったりとか、二日酔いにですね、すごく効果がありますので、正月だけじゃなくですね、これから活用していただきたいんですけども、じゃあなぜそれが効果あるのかっていうと、まずこの番茶に入っているですね、タンニンというものですね、それがですね、お酒のこう分解をですね、早めるっていうふうに言われているんですね。アセトアルデヒドをこう吸着して外に出しやすいっていうふうに言われているものになります。タンニンですね。はい、あと梅干しはですね、わかるかと思うんですけど、食べたらこう唾液が出ますよね。唾液っていうのは要は消化酵素ですから、こう消化を助ける酵素がこう分泌されるわけですね。あと梅干しのこうクエン酸でですね、胃酸をこう助けるっていうような役割もありますし、かつ発酵食品ですから、消化を助けるっていうことも想像しやすいかと思います。はい、で醤油っていうのもですね、実際、発酵食品ですよね。はい、発酵食品ですよね。なのでやっぱり消化を助けるっていうところになりますよね。はい、なので本物の醤油を使ってくださいねということになるかと思います。はい、あと生姜汁を入れることによってですね、これも生きた酵素ですね。なので生姜のこうおろした汁の方がいいと思います。それによって、食物酵素といって、生姜っていうのはこう魚に添えたりとか、生姜焼きの時の下ごしらえにしたりとか、いろいろこう下ごしらえに使ったりするじゃないですか。そうすることによって要は分解するんですね。はい、食物酵素を取ることによって消化を助けるっていうような
構造になります。はい。でまあやり方としてはですね、私がよくやるのは、まあ、あの湯飲みとかに梅干しを1個入れてですね、まあ、番茶を注いで醤油をまあ1滴くらいですかね、1滴2滴くらいで、生姜汁もまあ、あの2、3滴っていうようなところですね、はい、入れてこう潰して飲むみたいな。それでまあ梅干し潰しすぎないで、またこう大体そうですね、まあ多くても2、3倍、やっぱり取りすぎるのもあの良くないので、大体2、3倍っていうとこうちびちび取るような形になります。はい。そうすることによって結構ですね、こう胃の中に残っている時に何も食べたくないけどなんか口寂しいなっていうのと、もっと消化をこう助けるっていうところリセットしたいなっていう時にですね、この梅醸番茶使っていただくといいと思います。まあやっぱり注意点としては番茶もですね、しっかりいいものを使っていただきたいですし、あとはまあ梅干しもですね、そういうまあ甘味料とかですね、こう香料とか変なものが入っていないものを使っていただくといいと思います。で醤油ももちろん本物の醤油使ってて、生姜もですね、まあそうですね、まあ国産の醤油使って、生姜を使っていただいた方がいいのかなっていうふうに思っています。はい。でプラスですね、これマグネシウムって書いたんですけども、これはもう私流なんですけども、これマグネシウム入れていただくのもすごくおすすめです。はい。よく私がマグネシウムこう入れるやつですね、今手元になくて申し訳ないんですけど、それをこう大体梅醸番茶だったらそうですね、結構味がするので 2,3 滴私は入れちゃいますね。はい。それを入れることによって、マグネシウムっていうのはさっき言った消化酵素をですね、の消化酵素の働きを助ける役目があります。はい。かつ便のですね、こう便の水分量を調整するっていうような役割もありますから、便通とかも良くなったりするんですね。なので便秘も解消したりとか、本当に便が出しやすくなったりとかしますから、あとは脂肪分解するのもやっぱマグネシウムって必要だったりしますから、これをプラスすることによって自前のですね、リセット、要は暴飲暴食をリセットするスペシャルドリンクになりますので、使っていただくといいと思います。でさっきですね、 Amazon の方ちょっと調べてみたら、まあ、番茶とか梅干しとか醤油とか生姜汁をこう別々にこう用意するのもいいかと思うんですけど、梅醸番茶の健康食品の大沢か無双かちょっと忘れたんですけど、後で下にリンク貼っておきますから確認していただきたいんですけど、大沢か無双で出てるこれのミックスしてるやつが、なんか瓶詰めのやつがあったので、それ使っていただくといいかなっていうふうに思いました。まあ、実際これを別々に用意するよりも、梅醸番茶で瓶詰めのやつがありますから、それ冷蔵庫とかに入れておいて、まあリセットしたい時にこうお湯に溶かして飲むみたいな形でやっていただくといいのかなというふうに考えています。はい。マグネシウムの方もまあ、いつも通りこう下にリンク貼っておきますので、見ていただくといいのかなというふうに思っています。はい。まだですね、まあ、1月4日になりますから、おそらく多くの方がお休みかと思いますので、なんで4日なので 4,5,6 くらいまで休みの方が多いんですかね。なのでこういった方法をですね使っていただいて、ちょっと朝昼はですねリセットしていただいて、まあ、夜もまだ付き合いがあるのでしたらですね、そこでまあ飲みニケーションでもですね食べていただいて、もうお正月のですねこう気分を味わっていただいて、まあ、メリハリをつけていただくといいのかなと考えています。はい。もしですねご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますので、お問い合わせなんかからご質問ください。また今後もですね、健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい。今年もですね、まあ役立つですね、健康情報をお送りさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。